国民民主党の今井正人でございます。ようやく昨日報告書が出てきましたけれども、これクレジット財務省ですから、まあ、あの財務大臣が、責任者ということだと思いますが、まず最初にお伺いしたいんですけど、私たちはこれずっと改ざん改ざんと言ってきたんですが、政府側は書き換えということで頑として譲らなかったんですが、今回改ざんという報告になってますが、これは我々が間違ってたということですか。大臣、大臣、そのなぜ改ざんという名前に変えたんですか。麻生大臣、これはこの前の党委員会でいよいよ最終的には改ざんということで書き換えると申し上げます、ね、川内先生の質問でしたかね、に対してすでに答弁をさせていただいたと思っておりますが、書き換えたのは書き直すことなんですし、改ざんというのは不当に書き改めるということなんだと承知しておりますので、これまでこの問題行為の経緯とか目的などが必ずしも明らかではありませんでしたから、書き換えと表現をいたしておりましたが、調査を通じまして一連のことが出てまいりましたので、私どもとしては仮にご答弁も申し上げましたとおり、文書管理のあり方として不適切な対応であったということは明らかと思っておりますので、こうした形に基づいて改ざんと表現することが適当と考えるようになって、今回文書の提出にあたっては改ざんという用語を使わせていただいております。今井正人君。はい、中身ちょっと読ませてもらいましたけど、大臣まずお伺いしたいんですが、15ページのところに平成29年2月17日の衆議院予算委員会における内閣総理大臣の、まあ、私と妻が関わってたら辞めるという話ですね、この答弁以降いろんな協議がなされて改ざんが行われたと書いてありますから、この改ざんは安倍総理の発言がきっかけだったということですね。麻生大臣、今回の文書なりこれらの一連の私ども調査の中では、安倍総理の発言をきっかけとしてそういうことになったという事実は認められておりません。今井正人君。いや、そういうふうには読めませんよ。平成29年2月17日にこういう答弁が以降、まあ、いろんな今日相談がなされて、そこから始まったって書いてあるじゃないですか。いやいや、違いますか。麻生大臣、これは今井先生、事務方に詳しいことは聞いていただいた方がいいと思いますけれども、昨年の2月以降の国会審議においていろいろ森友学園が関わる話をいろいろ取り上げられるという経緯ではありますけれども、安倍総理の夫人の発言が直接の原因というわけではありません。今井正人君。いや、ちょっと待ってください。これ経緯が書いてあるじゃないですか。この発言をきっかけに始まったって書いてありますよ。その他、その後もいろいろありますけれど、この答弁から始まってるって書いてあるじゃないですか。官房長、なんかあります？書いてあるじゃないですか。矢野官房長。お答え申し上げます。調査報告書にも明記しております通り、昨年2月17日以降の総理答弁がありまして以降、理財局の総務課長と近畿財務局の間で総理夫人の名前が入っていた書類の存否について確認を行ったわけですけれども、総理夫人のご本人からの紹介はなかった。そして総理夫人好き谷さんからの本省理財局への紹介が1回だけあって、それも特段プレッシャーをかけるといった問題のあるものではなかったということが明記されております。応接録も950数ページのものが出てまいりましたけれども、その一件であったことが確認されております。そういう意味で総理答弁がその後の問題行動、理財局の起こした類類たる問題行動のきっかけになったとは考えておりません。この際、また背景のところに総理答弁の話が書いてございますけれども、全体は2月9日の新聞報道、あるいはその前の大阪市議の議論、あるいは2月15日以降の国会質問、
そして2月21日の野党議員による現地視察などなど、釜石市論議を呼んでいた中の一つ、それが総理答弁が求められたということが書かれているというふうになっておりますので、それがきっかけで問題行動が起こったという記述にはなっておらないと思います。今井雅人、ちょっとおかしいじゃないですか。じゃあなぜ安倍昭恵さんの名前消さなきゃいけないんです？説明がつかないじゃないですか。これこの答弁をきっかけにいろいろ調べてみたところ、安倍昭恵夫人のことが出てきたと。でもまあ特段な問題はないというところで一度整理をしたけどもっと言っていますが、でも削ったじゃないですか。削ったということはこの答弁がきっかけだったってことじゃないですか。それぐらい認めましょうよ。普通に考えてそうですよ。これそういうふうにしか読めませんよ。矢野官房長。昨日も4時間半の記者会見でルール申し上げましたし、記者会見ではしっかりご説明させていただきましたけれども、総理今先ほどご答弁申し上げましたように、総理夫人と総理夫人好きにつきましては、もうそれ1回のアクションがあって、しかもその1回のアクションというのは意見紹介に過ぎなかったわけでございます。従いまして今委員のご質問のように、じゃあ何も改ざんとかやる必要なかったじゃないかというのもある意味ごもっともなご質問でありまして、これは3月12日に、解散全体を発表させていただいたときにも、なんでそんなことをやったんだということは記者からも委員からも多々聞かれたことであります。で、変な話ですけれども、ところが実際これは参議院の野党の先生から今年の参議院の議論の中で、しかし当時はもうすごい状況だったじゃないかと、それを今彼は佐川当時の理財局長以下、なんでこんなことをやったんだと、みんな与党も野党も糾弾しているけれども、当時の状況はそうじゃなかったじゃないかということを野党の先生の中でおっしゃられた、委員会でおっしゃられた先生もおられます。現にそうだったんです。で、それで問題はないけれども、臭いものに蓋をしたということではなくて、もうそれだけのものだけれども蜂の巣をつついたような状況になっているので、それを消すという後ろの総括のところに書いております、そういう問題行動を取ってしまったというのが事実だと思います。大臣、ちょっと今井雅人大臣、今まさに申し上げましたけれども、これここには2月17日の答弁から始まっていると書いてあります。これは間違いなく書いてあります。その上で蜂の巣をつつかれていろいろ言われるんで削ったって言ってるんですよ。で、総理夫人という記述も削ったんですよ。そしたらこれ安倍総理の答弁がきっかけじゃないですか。いや大臣、そうじゃないですか。それそこは認めてもらわないと、それ困りますよ。いや余計なこと言わなくていいんですよ。もうちょっと大臣どうですか。もう同じ、もうだったらそんな時間稼ぎいらないです。麻生大臣。先ほどから答弁申し上げておりますんですが、2月17日のいわゆる総理答弁や22日の官房長官説明等々公開審議なので、これ繰り返し取り上げておりますから、おりましたことから背景事情として記載したものであり、これらの問題行為のきっかけになったわけではないということを書いていると思いますが、そういった意味で私どもは総理夫人本人からの紹介がないということや、また総理夫人好きから本省理財局の招待についても特段問題があるものではないということが確認されておりますので、ご指摘の総理答弁が問題行為のきっかけになったとは考えていないと先ほど答弁を申し上げたとおりです。今井雅人君。ちょっと呆れてものが言えないんですけど、これ普通に読んでですよ、ここかこれ以降いろいろな動きがあったって書いてあるんですから、これをきっかけにしてって書いてあるじゃないですか。この答弁以降って書いてありますよ。上記答弁以降って、ここから始まったんですよ。そこをまだ認めないようではこんな報告書出したって意味ないですね。ちょっと呆れました。じゃあもう一回それを聞きましょうか。この答弁、上記答弁以降って書いてありますから、これがきっかけっていう意味ですね。この答弁以降っていうのは官房長、そういう意味でいいですか。矢野官房長。
はい、先ほども答弁させていただきましたけれども、総理、その答弁を受けて本省と近畿財務局の間で確認は当然のことながらいたしました。でその確認をした結果問題がないことが分かった。したがってそこから先何か対応する必要はないわけですよ。でそれをきっかけとして行動を取ったというところまできっかけという言葉を使っても私いいと思いますけれども、そのきっかけとして行動を取って確認するという行動を取ったけれども、確認した結果問題ないということが分かったので、そこから先の動きにはつながっていないんですよ。つながってないんですよ。改ざんしてるじゃない。今井正人君、もう意味が分かりません。問題がないって確認したら削らなきゃいいじゃないですか。削ったんですよ。それがつながってないって呆れる答弁ですね。まあ、ちょっともう何を聞いていいのか分かんなくなってしまいました。で、これ結論は改ざんに関わった人は何人ですか。改ざんにかかった人は何人、全部で。矢野官房長、処分してない人も含めて改ざんかかった人何人ですか。処分者は20名ですけれども、処分者の中で改ざんに関わっていないものが2名、元事務次官と元前官房長ですけれども、それを除く18人は、まあ、大なり小なり改ざんというものにかかずらわっているということになると思います。今井正人君。今確認しましょうか。太田さんはこれの当時は国会担当審議官でしたっけ。矢野官房長。秘書官でしたっけ。失礼いたしました。委員ご指摘のとおり、かかずらわっておりませんので、その前総括審議官でありました太田も当時のことについては関与はないということでございます。今井正人君。まあ、いずれにしても20名という方もいらっしゃるわけですから、これ大臣組織ぐるみですよね。大臣組織ぐるみですね。これは麻生大臣たびたびこれに関しても同様なご質問に同じように答弁をいたしていると思いますが、私どもは大蔵省、財務省、全省的に日常的にこういったことが行われているわけではないという意味で、私どもは組織的にやっているわけではないという答弁を最初に申し上げておりますが、少なくとも今回理財局の主たるもので、かつ国有財産管理に関係するもの、加えて総務課等々がそれに絡んでおりますので、今矢野から説明がありましたように処分を受けるもの約10名、その他関連10名ということになっておりますが、そういった意味では理財局という組織が絡んでいるというように理解しております。今井正人君。組織ぐるみというのは日常的かどうかというのは問題じゃないんですよ。この事案に対してどうだったかということですから、もうちょっと明確にお答えください。理財局というのは財務省の組織ですよね。一部ですよね。ですからこれ財務省の組織ぐるみの事案であると、こういうことですね。麻生大臣。財務省が組織的にやったというようにおっしゃっておられたと思いますが、財務省が組織的に全省を挙げてやっているわけではないということを申し上げてきております。私の申し上げておりますのはたびたび同じことを申し上げますが、当時の理財局において組織的にということは確かだと思っております。今井正人君。財務省理財局の組織ぐるみの行為ですか。そういうことですか。麻生大臣。同じようなことを申します。当時の理財局において組織的に行われたものと言わざるを得ないと申し上げました。今井正人君。理財局は財務省の組織ですから、当然組織ぐるみだということだと思います。でこれだけのことしたんですけど、これ内容を見てもひどいんですが、この改ざんは悪質ですよね。大臣、悪質じゃないですか、これは。麻生大臣。少なくとも今回の一連の事件によって、行政文書に関する信頼を損なわしめだという時においては、極めて大きかったと思っております。悪質か悪質でないか、大臣の認識をお答えください。麻生大臣。少なくとも国会に対して決裁文書を書き換えたものを出す
改めて作り変えて出すなどということは極めて質が悪いと思います。今井正人君。質が悪いというのは悪質という意味ですか。先日は悪質じゃないとおっしゃったんですが、その発言は撤回されるということですね。麻生大臣。この文書がきちんと出された上で質が悪いということを改めて申し上げております。今井正人君。ですから前回の発言は適切ではなかったということですね。麻生大臣。今申し上げたことが改めて正式に文書が、決裁文書が昨日か報告をさせていただきましたので、その文書に基づいて答弁をさせていただいております。今井正人君。国会の答弁ですから、前回悪質ではないとおっしゃったんですけども、ね、この報告書を受けて、悪質ではないという言葉は適切ではなかったと訂正されますか。麻生大臣。この種の言葉で横領とか、いわゆる金を取ったとか、そういったような意味でのものは、この際金は関係しておらいないというのは事実だと思っておりますので、私どもは横領とかそういったことがないと、なかなか悪質とは言い難いのではないかという見解を持っておりましたから、私どもは最初にこの文書が正式に出るまでの間は、今ようなどういうようなものに出てくるかまだ不明でしたから、昨日までのところはそのように申し上げてきておりましたが、昨日にきちんと文書が出ましたので、今そのように改めて申し上げさせていただいております。今井正人君。ですから訂正をされるということですね。いろいろおっしゃってるんですけど、まあ、はっきり悪質だとは思っていなかったが、やっぱり悪質だったということですか。そういうことですね。そういうことでいいんですね。麻生大臣。質が悪いというのは悪質と同様の意味だと思いますが。今井正人君。ですから前の答弁は適切じゃなかったということでよろしいですね、ということです。そこだけです。一度そうおっしゃったんですから。麻生大臣。改ざんをということを、私どもは書き換えということをずっと事実が判明しておりませんから、書き換えということを申し上げておりましたのを、改ざんと訂正させていただいたと、訂正させていただいて、今回文書を出させていただきましたけれども、同様にこれまでのところはっきりしてきたものが、内容がはっきりしてきましたので、昨日をもって、したがって私どもとしては、これまで質の悪いものだと。いうことを言わざるを得ないというように申し上げておりますので、前の部分は撤回するかといえば、前の文書に基づいて正式に文書が出た上での答弁とご理解いただければと思いますが。今井正人君。ちょっとそこをどうしてこだわられるのかよく分かりませんけれども、まあでも質が悪いとおっしゃいましたから、今悪質だということですね。で、ちょっとこれ読んでて、私まだこの文章を信用できないところがあるんですけども、まずちょっと佐川さんの関与について書いてあるんですが、その改ざんの方向性を決定づけたと認められるっては書いてあるんですけど、その後ですね、全貌までは承知していたわけではないが、責任者であり、さらに一連の問題行為が森友学園案件に関する事務所の国会答弁との関係に起因していたことも踏まえればって意味がちょっとわからないんですけど、これは佐川さんが改ざんを指示したってことですか。どういうことですか、これ。よく意味がわからないんですが。矢野官房長。佐川局長はこの報告書に書いておりますとおり、応接録の廃棄につきましても文書管理ルールに従うものだと言い、それを部下に廃棄の指示だと受け止めさせてしまったということがございますし、また改ざんに、決裁文書の改ざんにつきましても局長の方からそうした記載のある文書ドキュメントが外に出ていくこと自体がよろしくないという反応をし、それが部下にとって破棄をするものだという指示と受け取られたということとなって
全体としてその破棄や改ざんが行われていったその責任者であったわけですし、また決裁文書につきましては遅くとも3月の20日の頃には決裁文書をいじっているということも認識をしていたはずであると、認識していたと認められるということが私どもの調査結果でございますので、今申し上げたようなことで局長として、破棄と改ざんにつきまして、主導的な役割を果たしているということだと存じます。今井正人君。改ざんを指示したのか、改ざんしたのを後で知って容認したのか、どっちですか。矢野官房長。報告書に書いてあるとおりでございますけれども、今般の調査報告におきましては、佐川前局長につきましては改ざんを明確に指示したというふうには認定をいたしておりません。指示してない。今井正人君。誰が考えついたんですか。そしたら矢野官房長。それは報告書に書いてあるとおりでございまして、審理室長と総務課長が局長に挙げて、でこのドキュメントが外に出ていくのはよくないという局長の判断を得て、でそれを指示と受け止めて動いていって、それが何度か繰り返されるうちに3月の20日には局長もそれを認識したということです。それがすべてです。今井正人君。相談をしてそういう答えたってことは指示したってことですよね。指示したってこと、少なくとも相談しているわけですよね。で、ここは廃棄の方なんですけれども、これ廃棄も指示してたんじゃないんですか。違いますか。ここの部分はちょっと非常に曖昧に書いてあるんですが、これ証人喚問の答弁と違ってしまうので、こういうふうになってるんじゃないかと思って疑ってるんですよ、私は。廃棄も指示してますよね。矢野官房長。廃棄につきましても先ほどご答弁申し上げましたけれども、応接録につきましてその取り扱いは文書管理ルールに従うものだということを局長が言い、それを部下である総務課長が廃棄の指示だと受け止めて動いた。これが政治家関係者との応接録についての経緯でございます。それから森友学園の側との応接録につきましても、局長からそれは応接録の損費について 実際の損費を確認しないままに、これはルール通り廃棄されているはずだという認識を示し、そのまた念押しがあり、それを受けた総務課長は廃棄の指示だと受け止めて作業をしたというのが実態でございます。逐一日常の業務について、局長それは指示ですかというようなことを確認するという作業は普通はないと思いますので、これを言葉に範疇に押し込めるというのは無理だと思います。今井正人君。この局長がおっしゃったときには、この交渉記録はあるというのは現場の方はこれ認識してたんですか。この時点で。矢野官房長。それもすべて報告書に書いてございますけれども、24日の件につきましては部下の中では認識している者がいたということでございます。今井正人君。しかしそれを局長には報告してなかったということですか。全くあること、本当ですか。矢野官房長。同様の疑問を私も抱きましたけれども、それについて調べた結果がこのとおりでございます。で、決裁文書についても同じような疑問が ありましたけれども、それがぎりぎり分かったのが3月20日には局長も認識していたということで書かせていただいております。今井正人君。ちょっとにわかに信じられませんが、もう一点ちょっとお伺いしたいんですけれどもね、報告書の中に、まあ、私がこの間先日もちょっと聞きましたけれども、国会で取り上げられた後に籠池さんが
身を隠せというふうに言われたということで、まあ、ホテルに泊まってたということでありましたが、ここの中には不在だというふうに、しといてくれというような提案があったと書いてあります。まあ、これはつまり身を隠しといてくださいと、そういう意味ですね。太田局長。お答えを申し上げます。委員ご指摘いただきましたように、調査報告書の11ページに書いてあることが、調べた結果をご報告をしております。で、そのときに、今、当該の顧問弁護士と対応を一任された、対応を相談するようにというふうに言われた課長補佐が言ったことは、報告書の11ページに書いてあるとおり、道理事長は出張で不在であるとの説明ぶりを提案したり、それからこれ以前にありましたけど、撤去費用は相当かかった気がすると。トラック何千台も走った気がするといった言い方も提案したということでございます。それは身を隠せということと同意語かといえばそういう捉え方もできると思いますし、基本的にはでもその場にはいないようにということを提案したということは事実だと思います。はい、今井正人君。その場にいないようにということを提案したと今おっしゃいました。身を隠せというふうに言ったということと、まあ、同じだという趣旨の話もありました。となると、証人喚問のときに佐川さんは、そういう指示は一切していないと、あるいは、指示をした人に聞いたけど、そんなことは言っていないと言っていると言われましたので、虚偽答弁ですね、これ。太田局長。お答えを申し上げます。報告書に書いてございますように、局長以下で議論を行った結果として、国有財産企画課の職員に対して対外的な説明を森友学園の顧問弁護士に一元化するなどということが佐川局長以下の局長室で相談をしたことです。要すれば対応を顧問弁護士に一元化をする。でこれは以前もご答弁申し上げたことがあるんですが、先方の顧問弁護士さんも基本的には自分が対応した方がいいというような話をしていらっしゃいましたので、そういうことだと思います。その上で、担当したてか連絡をした課長補佐が言い方としてこういう言い方をしている。でそれは出張で不在であるということはいないということであり、委員の言い方であればそういう言い方になるのかもしれませんが、そういうことを言っているということでございます。答えてないですよ。佐川さんの答弁は虚偽だったということでいいですね。太田局長。虚偽答弁というのは証人喚問のときという話でございましょうか。そうであればそれはその判断は委員においてなされると思いますし、その虚偽かどうかというのは本人の主観の問題だと思いますので、その部分については私としては言いようがなかなか難しいと思います。ただ我々として事実と異なる答弁をしているということはこれまでも何度かございましたけれども、ある意味で事実として、担当者がこういう言い方をしているということの事実はご報告をさせていただいているということだと思っております。今井雅人君。答弁が虚偽かどうか本人の主観の問題なんですか。今そうおっしゃったね。問題発言ですよそれは。今そうおっしゃったじゃないですか。後で議事録見てください。そうおっしゃいました今。大臣これ報告出てきましたけど、これ全然体質変わってないじゃないですか。ちょっとこの体質が変わらないということは、やっぱりこれ大臣やっぱり長として責任取られた方がよろしいんじゃないですか。最後そこだけちょっとお伺いします。大臣。麻生大臣。趣旨がよく分かりませんので、どういう意味でしょうか。今井正人君。いやいや、中の体質をちゃんと変えるっておっしゃってますが、そんな様子はないので、やはりトップとして責任を取られたらいかがですかと。麻生大臣。体質が変わる変わらないっていうのは何をもって言っておられるのかよく分かりませんけれども、私どもとしては少なくとも今回の一連の不祥事またはこの会談の話を受けて、私どもとしては真摯に対応してまいらねばならないと改めて思っております。
今井正人君、締めてください。はい、時間来ました、終わりますけれど、もう答弁を聞いてても、